アルビレックス新潟の島田ゆずるです。田上大地です。だって出てこなかったな。ごめん、マジごめん、マジごめん、すいません、すいません、ほんとすいません、お時間とって本当にすいません。もう一回ですけど、落ちるぞ。ご当地応援選手って言ってくれるから大丈夫です。アルビレックス新潟では今シーズンからご当地応援選手という企画をやってまして、新潟県全体を盛り上げていこうと考えています。ということで今日はここにやってきました。タガミが、タガミに来たぞみなさんお久しぶりです。アルスタ YouTube 特別版です。今回はサッカーアルビレックス新潟が地域の魅力を発信しようと行っているご当地応援選手の県応エリア担当、田上選手と島田選手が田上町にある道の駅田上の魅力を伝えてくれます。道の駅田上は野菜やスイーツ、お土産など田上町の旬を堪能できる場所です。一体どんなロケになっているんでしょうか。ご覧ください。タケノコ有名なんですか。すいません、もうちょっと端寄ってもらっていいですか。私も見たいんですけど。これうまそうだよ、ほらタケノコと豚肉とキノコのアヒージョ。間違いないです。タケノコ、豚肉、大豆はもう田上さんだからね。ほぼ田上だよ、だからもうこの缶詰でしょ。うん、すごい、まあまあいい値段だよね。いや、買うならこれだから、要は舐めてもこうフライパンに入れて温めるってことだよね。そうそうそう、じゃあもうアヒージョができちゃう。そうです、もうあ、できちゃう、もうできてる、できてるみたいな。買おうか、はい、ね、これもね、奥さんアヒージョ好きだからさ。いや、田上コーヒーあんじゃん。買いじゃん、これ買いじゃん、もう買いじゃん、ね、これ鈴木コーヒーだしね、しかもね。ちょっともう買いじゃないですか。これもう買いのやつだわ。粉、あ、こっち粉、ちょ、これは買おうかな、じゃあ。このキャラクターみたいなの、高見町のキャラクターなんですか。そう、なんて名前なんですか、この子は。てかもう、もはや俺に似てません。確かに確かに、去年できたの。だから俺去年から来たじゃないですか。あ、なるほどね。でも田上選手に似させるみたいなのキャラクターです。そういうことか。そうって思ってる俺は。なるほどね。小窓山にいろんな生き物が住んでますよっていう、そういう、あ、なるほど、象徴です。いや、また一つ田上のことを知れた。知れたね。ありがとうございます。お前自分の家何何何。そして地元食材を使った食堂もあり、タケノコを使った一条文子さん監修のスパイシーキーマカレーや、タガミポークを使ったタレカツ丼、そしてタガミさんの梅を使ったソフトクリームも楽しむことができるんです。いただきます。いただきます。本当にちゃんと入れてくれましたね。タガミポークうまっ。普通に梅。油が甘い、タガミポーク。おそらくね、うん、おそらくそれが特徴な、おそらく、うん、この田上ポークは甘い、本当にくどくない油が特徴、常備のある油が。このお米は多分おそらく新潟産のお米ですよね。田上さん、田上さんですよね。だと思いました。このね、器も多分おそらくね。違います、やめとけ。それは多分違う。普通でプライベートで来たら、うん、俺多分シンプルな 梅ソフトとか頼む、うん、ちょっと今回ちょっとチャレンジします。梅と味噌合わないでしょ。でしょ、だから梅と味噌ってさ、うまっ。うまっ。これ梅か、これバニラじゃない。え、それソフトクリームが梅の味なの。はい、バニラに見えるじゃないですか、うん、これバニラかなと思って梅か、これソフトクリームはバニラ。バニラですよね。いや、俺もどう見てもそれバニラだろうと思って。あれ、なんか梅味噌じゃなかった。ソースが梅味噌の。あ、そっち、そっちか。やり直しだっていうボケね。で、どうなんその梅味噌とバニラのそのハーモニーがどういう感じ。俺だけなんかすげえそういうの求める。まあちょっと酸っぱさはあるけど、うん、酸っぱさっていうか、そう、梅も風味もあるけど、うん、味噌のコク、うん、が深さを出してて、みたいな、うん、普段思いつく梅と味噌一緒にしよう。つかないよね。だから俺はちょっと不安だったけど、全然美味しいっていう。サッカーで言ったらどうなの。サッカーで言うと、すんげえじゃん、俺の時だけ。
これの時だけすんげえ難しいの来んじゃん。まあサッカーで言うとレアルとかもさ、なんていうの、いい選手すごい集めて、うん、分かるよ、なんだろう、あんまうまくいかねえんじゃないの、うん、スター選手チーム一人でいいんだよみたいなさのあるじゃん。違いました、違う、バスター選手何人いてもいいなと、それは分かんないけどさ。私もそうですね。アルビみたいなの出さないじゃん。レアルじゃなくてアルビっていうのかと思ったらさ、うん、でもこれタレカツ丼は本気で美味しい。タレカツ丼はっていうのもあれだけど、それさ、それはマジセコい。これはしかも全然お世辞じゃなく本当に高見ポークが美味しい、うん、これはそこで育ててるんだから、うん。インサート撮りますか。いや、撮れます。普段から本当に仲のいいお二人だからこその息の合った楽しいロケでしたね。島田選手はピッチ上では闘志あふれるプレーを見せてくれますが、お家に帰るとお子さんの面倒をよく見るイクメンなんだそうです。田上選手は大学時代フォワードとして活躍した攻撃力も持ち合わせる選手、今シーズンもフリーキックからの得点見てみたいです。アルスタ YouTube 特別版、次回もお楽しみに。